はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。本日も視聴者さんからコメントでいただいたリクエストにお答えさせてもらおうと思います。今回のリクエストはですね、前々回のライブ配信でいただいたリクエストになります。こちらです。禁欲中毒さんという方ですね。しんすけさんの今後の人生やりたいリスト動画も見てみたいですということで、どうもありがとうございます。はい、ということで今日は僕の今後の人生でやりたいリストをですね、発表したいと思います。そしてその反対にやりたくないことリストも発表させてもらおうと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけども、今後の人生で僕がやりたいことリストなんですが、3つありまして、まず1個ずつですね、お話しさせてもらおうと思います。もちろん今後の人生でまた増えたり減ったりすると思うんですが、今僕がこう思い浮かぶ中ではこの3つでした。まず1つ目なんですけども、まあ、半自給自足の暮らしですね。はい、僕はですね、結構その、まあ、仕事をこうバリバリやるというよりかは、なんかこうゆったりこう生きていきたいみたいなのが多分ね、こうあるのかなというふうに思うんですね。でですね、半自給自足なので、まあ、農業しながらちょっと働いたりするみたいな。ただ僕はちょっとあの虫が苦手なんですよ。はい、で虫が苦手で、あんまりこう、農業はですねやりたいと全く思わなくて、なのでまあ僕の場合は釣りが得意なので、まあ、魚を釣ったりして、まあ、釣った魚を食べたりしながら、あとはまあ自分で、まあ、会社に出勤しないで、まあパソコンとかそういったものを使って、まあ、仕事をしながら暮らしたいなっていうのがありまして、でその時のですね、こう家なんですが、まあ、今、空き家とかいっぱいあるじゃないですか。そこでこうなんか安くこう買えたりしないかなというふうに思ってまして、あの狭くても全然構わないんで、まあ、一軒家みたいなところ買って、まあ、そこに庭があって、でそこの庭でバーベキューをですね、やったりしたいなというふうに思ってるんですよ。はい、でやっぱりこうどうしてもアパートに住んでるとそういうことはこうできないので、だからね、そういったことはしたいなというふうに思ってます。はい、ちなみに今回僕のこのやりたいこと、まあ僕のこのやりたいリストっていうのは今の現状は全くこう無視してますので、はい、あの、まあ、理想ですね、お話ししています。はい、でそういったですね、こう庭付きの、一軒家に住んで、まあね、彼女と、ね、一緒にバーベキューしたりとか、これを見てくださっている、まあ、ファンの方もですね、こう来ていただいて、皆さんでこうバーベキューをしたりとかですね、そういった、のができたらいいなとかいうふうに思ってるんですよね。うん、で僕一人の時は、まあ、あのちっちゃい七輪みたいなもので、魚焼いたりとか肉を焼いたりとかして、食べたりしたいなというふうに思ってるんですよね。はい、あとはその一軒家を買えばもう思いっきり歌えるじゃないですか。歌うことが好きなので、そこでなんかギター買って、まあ、一人で歌ってるのもいいなと思いますし、やっぱりこう今こういうふうにですね撮影してますけども、やっぱアパートなのでやっぱりこう声の大きさをちょっと注意しながらやってるところがあるんですよ。でも、まあ、一軒家だったらね、あのそういった心配もいらないと思いますので、そういった意味もあって、まあ、一軒家はいいなというふうに思いました。はい、まあ、半自給自足なのでどうですかね、まあ、最終的にはその海沿いというか、ちょっとね、あのこの勝浦はですね、なかなかちょっと難しいというか、太平洋よりもですね日本海の方がいいような気がするので、まあ、最終的にそちらの方のどっかいいところを探してみたいなことになると思うんですけど、はい、まあ、とにかくですね、アクセク働くというよりかは食べるものとか自分で釣ったりして、でなんかね、こう地元のこのなんか農家さんとかと交換とかできたらいいですよね、魚と野菜とかをですね。だからなんかこうもう昔の生活みたいな感じですかね、物々交換とか、まあ、そういったことをできたりするといいのかななんていうふうに思ったりもしてます。まだあのはっきり明確には決まってませんけど、ぼんやりと思っています。そして2つ目なんですけども、これはですね、アマゾン川で釣りをするってことですね。はい、僕はですね、まあ、釣りが好きなんですよ。海釣りも好きですし、まあ、あのブラックバスとか釣ったりも好きですし、コイとかヘラブナとか釣ったりするのも好きなの で最終的にはですね、こうアマゾン川ってですね、もう世界最大ですよね。アマゾン川でその淡水魚のですね、ピラルクっていう魚がいるんですよ。はい、で世界最大級の淡水魚っていうふうに言われてまして、南米のアマゾン川に、まあ、分布してるみたいなんですね。まあ、そこでピ
キラ力を釣るっていうのがね、やりたいリストの一つですね。で、大きいんですよピラルクって。僕は身長183センチですけど、僕よりも大きいピラルクもいますので、それをね釣りたいですね。もう多分もう相当興奮すると思いますね。アマゾンの大自然の中でそういった魚を釣り上げるっていうのはね、本当にもう一回やってみたくて、ピラルクの他にもですね、いろんな魚がですねいますので、ピラニアとかもいますよね。ブラックバスみたいな魚も、いると思いますので、そういったものもですね釣ってみたいなというふうに思います。そして最後3つ目なんですけども、これはちょっと南米つながりなんですが、アワヤスカ体験っていうのをですねしてみたいんですよ。はい、アワヤスカって何ですかっていうことなんですが、アワヤスカっていうのは南米のペルーがですねすごく有名なんですが、そこでですね古代から現代まで引き継がれている植物療法およびその儀式の名前なんですが、そのアワヤスカっていうですね飲み物を飲むんですよ。で、それがですね植物から作られているもので、植物を煮たものなんですが、それを飲むんですね。で、アワヤスカっていうのはその幻覚剤が入ってるんですよ。で、もちろん日本では違法です。はい、なので、僕はですねこうペルーまで行ってアワヤスカの体験をですね受けたいと思ってるんですが、儀式なので、そのペルーにはですねそのシャーマンの方がいるんですね。で、世界中からですねもう本当いろんな方がですねそれをその儀式を受けに来るみたいなんですよ。そのアワヤスカっていうのを飲むと、どうなるのかっていうと、その人によってですねいろんなですね体験ができるっていうことなんですよ。例えばその臨死体験とか、ドラゴンボールでいうところの、その精神と時の部屋あるじゃないですか、そういったようなですね、感覚になったっていうですね、そういった体験談もありますし、はい、本当にですねこういろんな体験ができるみたいなんですね。で、本当にこう深く深く自分とですねこう向き合うような体験もできるようで、で2008年にペルーの国家文化遺産に指定されているんですよ。はい、その儀式の中で、受けられるってことなんですけども、はい、なんで僕がこれを受けたいかっていうと、僕は昔からこう自己探求のですね、意識が強いんですよ。自分って何なんだろうとか、なんで生まれてきたんだろうとか、これから何をしていけばいいんだろうとか、そういうことをこう自分とですね向き合うのがこう好きというか、そういったですね、自己探求で、ね、よくしてるんですよ。で、そういったことが知りたいのと、あとはね、宇宙の真理が知りたいんですよ。はい、すごく漠然としてますけども、この宇宙はどうなってるんだろうとか、そういうこともすごく昔から興味があって、どれくらい広いんだろうとか、これからどうなっていくんだろうとかですね、そういうふうにですねこう自分がこういうことが知りたいっていうですね明確な意図を持っていくといいということなので、そういったこともあって、アワヤスカ体験に関して、ですね YouTube とかで調べたりしてます。はい、ただ、ね、このアワヤスカ体験っていうのは僕ももちろんまだ行ったことありませんけども、この動画でおすすめしてるわけではありません。はい、結構危険なもので、だから本当にですねこう自分と向き合うですね覚悟がある人だけがやっぱり行くべきだなというふうに思ってますので、僕はそういった、自分と向き合う覚悟があるので、はい、行ってみたいなというふうに思ってます。はい、はい、ということで、これがですね僕の今後の人生でやりたいリストでした。リクエストどうもありがとうございました。はい、それでですね次は僕がですね今後の人生でやりたくないことリストですね、それを発表したいと思います。逆にですねやりたいことリストよりもまずはこうやりたくないことをですねもうやらないようにしようというふうに結構強く思ってまして、やっぱりこうやりたくないことをやるっていうのは、ストレスが溜まるじゃないですか。溜まりますし精神的にも良くないと思いますので、まずはこちらの方をですね徹底的に守っていこうと思います。はい、そのまず一つはですね、会社に出勤することですね。はい、これはもう、今月で仕事を辞めるんですけども、それからはですねもう会社に出勤することっていうのはもうやらないというふうに決めてます。はい、そして、2つ目、マルチタスクの仕事をすること。はい、これももうやらないです。はい、いろんなことを同時進行で進めていくような仕事は僕にはちょっと向いてなくて、どうしてもこうねついていけなかったんですね。で、なのでこういうこともやらないと、はい、ふうに決めてます。そして3つ目ですね、3つ目は
人に気を使いすぎることですね、これもやめようと思います。僕は結構ね、今日気遣いなんですね。で、まあ人に気を使うってことはいいことだと思うんですけども、あまりにもね、こう過剰に気を使うとやっぱ疲れますよね。うん、だからこう僕結構ね、こう結構気を使っちゃうから、その人と会った後ってどっと疲れるんですよね。だからそういうのも、もうあまりこう気を使いすぎることはもうやめようというふうに思ってます。ある意味こう嫌われる勇気というか、もうちょっとね、こうフランクに人と接するということですね、意識していこうと思います。はい、そして最後4つ目ですね。はい、3つ目と似てるんですけども、まあ、真面目に生きすぎることですね。はい、まあ、自分で言うのもおこがましいんですけど、ちょっとね、最近、まあ、最近というか、ここ数年はですね、なんかすごくこう真面目な感じがするんですよね、自分が。うん、まあ、真面目なこともいいことですけど、真面目もね、過ぎると良くないので、もう少しこうですね、肩の力を抜いて生きていければなというふうに思ってます。はい、今、発表しました、会社に出勤すること、マルチタスクの仕事をすること、人に気を使いすぎること、真面目に生きすぎること、この4つはですね、やらないということですね。これはもう自分の中のこう法律みたいな感じで思って、まあ、やりたくないというよりかはやってはいけないぐらいにですね、思って意識をしていこうと思います。はい、ということで今回もリクエストどうもありがとうございました。もしこの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。